ピエロリ、コジモデ・メディチは、フィレンツェの選手である。重傷の痛風持ちで病弱だったため、ピエロイル・ゴットーゾが通称。祖国の父と言われ、フィレンツェでの地位を高めた、コジモデ・メディチの子。だが、病弱であり、父からも将来を期待された存在ではなかったと言われている。父の死後、メディチ家の当主を継ぐが、ハンメディチ派が勢力を得て、危機を迎える。 ハンメディチ派と結んだフェラーラがフィレンツェを攻撃するが、これを撃退し、ハンメディチ派を追放して、国内体制を固める。1469年に53歳で死去。このロレンツォがメディチ家を継承する。メディチ家の中にあって、政治的影響力はなかったが、ベノッツォモッツォリ、サンドロボ・ッティチェッリを見出すなどのパトロン活動は活発で、 息子のロレンツォのパトロン活動には大きな影響力を与えている。また豪奢なスクリット屋をメディチ邸の2階に作らせるなどコレクターとしても知られている。特にアンドレアデル・ベロッキオはピエロディ・メディチの強力な支援を受けた。父・コジモの時代から強力な支援を受けていたが、1460年代後半になってベロッキオには仕事が次々と舞い込むようになった。 それは、ピエロディ、メディチの存在が大きく、ピエロは、聖トマスの会議を発注した、商業裁判所の評議会メンバーであり、また、フィレンツェ大聖堂の延級の制作一植に関しては、ベロッキオへの支払いの代理人をも務めている。ブロンズによる彫像の、イルカと天使と、ダビデ像も四4 7 0年代初頭の作品であるが、この二つもピエロディ、 メディチの発注によるものであるという。バザーリによれば、イルカと天使は彼の別荘のため注文された噴水用の作品で、コジモ一世の時にベッキオ宮殿の中庭に移された。現在はベッキオ宮殿の中庭の噴水にレプリカが展示されており、宮殿併設の美術館3階に本物が展示されている。有名なコジモとロレンツォに挟まれ、 当主としての機会も短かったこともあり、やや影が薄い存在であるが、こうした芸術活動の保護に加え、アルミエレにおける名番の独占権を獲得したこと、後継者としてロレンツを育て上げ、良いタイミングで継承したことなどが功績として挙げられている。1444年に、ルクレツヤ・トルナブオーニと結婚し6人の子を設けたが、4人が成人した。 ありがとうございます。